私はソラ。夫、娘、シュートメとともに先月からこの賃貸の一軒家で暮らしている。マチフワポン。しかしここに引っ越してから気になることが。築浅で綺麗だし便利な立地で気に入ってるんだけど、それは3歳になる娘のかすみが遊び場にしている日本まで天井隅をじっと見ることがあるのだ。また見てる。何もないのになんでだろう。子供はいろいろ見えるとか言うけど、まさかね。ないない。何かご用ですか？あ、なんだろう。そんなある日、あれ、お母さん何してるんですか？し、ソーラさんも見て。言われるまま襖の向こうの日本間を覗いてみると、かすみ、ケイシャン、どうして上にいるの？どうしていつも見てるの？ケイシャン、こっち来て遊びましょう。誰もいないところに向かって話してる。これって何か見えてる。イマジナリーフレンドってやつかしら。でもちょっと怖いわよね。何もいないわよね。やっぱり見えないわよね。気になった私たちはコージに相談し、カスミと話をしてもらうことにした。カスミ、ジェンさんって誰のこと？天井にいるの？いつもかすみのこと見てるの。ケンシャン、本当はお家に入ってきたいんだって。でもいつもママやバーバがいるから入ってこれないんだって。お家に入ってきたい。何それ、怖い。物理で戦えないものは苦手なのよ。あの天井に何か、うん、どうしたの？あの天井の巣に穴が開いてないか？飾り天井も少しずれてる気がする。ちょっと見てみるか。よいしょ。本当にジェンさんいたらどうしよう。いや、餅か何か住みついてるだけじゃない。気をつけてね。喉に飛び込んでくるかもしれないから。餅詰まらせる時期は過ぎたって。もう1月も終わりだよ。よっ、やっぱ外れるぞ。どれどれ。コージ、どうした？カメラがあった。私たちはすぐさま警察に通報した。やっぱやっぱ。カメラは無事取り外しました。遠隔で視聴と操作のできるペットカメラですね。ご丁寧に電源を引いてモバイルルーターも置いてありました。電波を介してどこかからリアルタイムで覗いていたと思われます。しかし証拠が多数あったため犯人はすぐに捕まった。覗き魔の正体は近所に住むゲンというフリーターだった。俺の目的はあんなガキじゃねえんだよ。あいつらの前にあそこに住んでたクロアだ。俺のクロア、俺の、なのに俺の告白を断りやがって。他の男を連れ込まないか見張るためにカメラを仕掛けたんだよ。クロアの家族は昼間留守にしてたからな。侵入するのは簡単だったんだ。ずーっと俺がクロアを見守ってやってたんだ。なのにクロアは俺をストーカーだと言って引っ越していきやがった。すぐにあの一家が越してきたからカメラを回収できなくて、侵入しようにもいつも人がいて入れなかったんだよ。早くクロアを探しに行かなきゃいけねえのに、クロアが俺を待ってるのに。クロアどこに行ったんだよ、こんなに愛してるのに。ということでした。ドン引き。こちらの一家に特に興味があったわけではなく、侵入のチャンスを伺うために映像を見ていたようなので、録画した形跡はありませんでした。まあ、あの部屋は霞の遊び場としてしか使ってなかったから、あそこで着替えとかしなくてよかった。ご中の幸いね。どうしました？仕掛けられてたカメラってボイス機能とかついてましたか？こちらと犯人が会話できたり、犯人から話しかけたりできるとか。ああ、そういった機能はないタイプでした。映像だけですね。そうですか。どうしたの、コージ？なら、なんでカスミは犯人がジェンシャン、ゲンさんなことや、入りたいけど入ってこれないことを知ってたんだろう。パパさん、水欲しい？ミネラルウォーター。娘に何が見えているのか、それはあなたの知らない話。